日刊スポーツ杯準優勝戦第11レースの展望番組を日刊スポーツの栗原記者とお送りしてまいります。栗原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速メンバーからご紹介します。まずは1号艇住谷健吾、2号艇岡谷健吾、3号艇野村誠、4号艇石川慎司、5号艇伊藤義智、6号艇川上翔平、以上の6選手となっております。この中でフライング持ちや出遅れ持ちはいません。それでは栗原さん、モーター評価の方を早速お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それでは早速高い評価が1号艇の住谷選手8点となっております。そうですね、はい、4日目の、まあ、7レースちょっと着を落としたんですけど、はい、今日4日目はねギアケースをして、はい、抜群ですよと。お、まあ、レースしやすいのが一番ということですね、はい、で行き足から伸びとかもね悪くないんですよということでね、うん、はい、うん、だいぶね自信持ってるって感じでしたね。まあ得点率も第2位でしたもんね。そうですね、はい、ちょっと7レースがねもったいなかったというかね、そうですね、展開なくって感じでしたけどね、まあ、変わらず良さそうですかね。はい、はい、そして続いて高い評価が4号艇の石川選手7点となっております、うん、だいぶね進出戦川上選手と競ってましたけど、はい、まあ、競ってるうちに入らないぐらいね、うん、余裕でかわしてたんで、はい、だいぶね出足系統は、まあ、石川選手らしい仕上がりになってきたんじゃないかなと思います、うん、はい、わかりました。そして続いて6点が5号艇の伊藤選手、うん、伊藤選手もねあんまり勝率ないエンジンですけど、まあ、ターン回りなんかはね、はい、悪くないですよと、勝率以上ありますよということで、はい、6ですかね。わかりました。そしてその他5点が3手いますね。うん、そうですね、はい、まあ、岡谷選手あたりはね、はい、5.5 ぐらいつけてもいいかなと思ったんですけどね。 うん、あとはそうですね、5か川上選手はひょっとしたら 4.5 ぐらいかな、ちょっと低めかなというところですかね。ちょっと今今日は良くなかったという話ありましたしね。はい、わ、はい、かりました。それではまず進入の方なんですが、動きどうでしょうか。まあ当然ね、はい、石川選手が行きますんでね、うん、まあ、川上選手はね6号艇でどうするかなとは思うんですけど、はい、まあこんな感じですかね。3から角に引いて、ただ多分ね、野村選手もね、はい、まあ、石川選手は仕方ないにしてもあとは入れないっていうような気がするんで、うん、まあ、もし川上選手が行っても、はい、伊藤選手が短期になるかなとか、あ、まあ大体はこんな感じでしょうかね、はいはい、わ、はい、かりました。それでは見どころの方いきますと、まずは1号艇の住谷選手が不動の軸というところですね、うん、まずは本命フォーカスの方お願いいたします。はい、った、うん、はい、まずは1号艇の住谷選手から2番4番ね、もうどうでしょうか。2番岡谷選手動きレースどうなりそうですか。まあセンター回って、まあ、石川選手はね、はい、結構内から握ってくるっていう可能性もあるんで、はい、まあ、外前行って、まあ、無難に行って2着確保へっていうところじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、そうなると石川選手は刺してと、刺して、まあ、1とね2と4と握って刺しての、はい、連争いで、はい、まあ、伊藤選手も、まあ、競り合いになればね、はい、なんとかなりそうな感じがするんで、うん、まあ、3着にはと、3着には絡んできそうかな、うん、ということですね。そして狙い目の方はいかがでしょうか。うん、そうですね、やっぱね、そうは言ってもね、まあ、石川選手がメンバーにいるっていう時点で、はい、まあ、深い覚悟で、まあ、練習もすると思うんで、うん、はい、大丈夫だと思うんですけど、うん、まあ、もしあのね 2,3 とか2325とか25、うん、まあ、進入次第で、まあ、スタートが、まあ、そんなにね折り合いを欠くっていうこともないでしょうけど、はい、まあ、ちょっとね せっかく進入乱れるんでね、はい、センター勢あたりの岡谷選手からの一発っていうのをね、はい、ちょっと狙ってみたいなというところで、狙ったらいいのでは、はい、というところですね。はい、わかりました。このようにお話し上げていただきましたので、皆さんぜひ参考にされてください。第11レースの展望番組お送りしました。栗原記者ありがとうございました。ありがとうございました。